どうも、柳沢ゴルフ TV プロゴルファーの柳沢です。今回はですね、この暖かい春の東京クラシッククラブ、いい季節になりましたね。ゴルフファンにとっては待ちに待ったなんですよ、この暖かいシーズンっていうのが。まあ、ちょっと花粉あるんですけど、まあ、この暖かくなってきたところで開幕も近いので、ちょっと河野コーチとコースの中でいろいろトークしながらゴルフやっていきたいんですけれども、それとですね、実はですね、僕が去年の秋のシーズンからですね、実は愛用しているものがありまして、それがすごくいいものなので、何が良くてっていうことを紹介しながらラウンドしていきたいなというところも含んでおります。僕はいつも履いてるんですけど、ちょっと河野コーチにもですね、履いてもらってるんで、履いてもらってたらもうバレちゃうかな。やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ヘルニアもう2014年にやってて、で肘もやったりで、もともと僕姿勢すごい悪くて、こう猫背で巻き型で、結構こう何もしないでこういう感じで、結構動画とか見てると自分でもうわすげえ首前いってんなっていうのがあって、確かに2008年とか7年とか9年とか良かった時って背中のトレーニングとかして、その立つ姿勢みたいなものを、めちゃめちゃ歩く姿勢とかも気をつけてたんですよ。でそれがだんだんこう時間が経ってこう悪い癖が出ちゃって、ヘルニアになったりとかっていうところがあって、やっぱり今日は皆さんに伝えたいのは、やっぱゴルフっていうのは本当に結構長い時間歩くスポーツなんで、その歩き方が自分のその体もそうだし、そのスイングに与える影響みたいなものを、あんまりそういう目線で皆さんにこういろんなこと喋ったことないんですけど、いいタイミングなんで、あの喋りながらゴルフしていこうかなと思います。お願いします。お願いします。素で回る？何も勝負しないの？はい。しょ。ほらこれね、今日初スイング？初スイングです。でもやっぱりあのフォロー打った後に結構フィニッシュの方でアシストしてくれる感じが結構ありますね。あの後押ししてくれる感じですね。お願いします。お願いします。ナイス。ナイス。よく練習もせずワンスイングでまっすぐ飛ばせるよね。たまたまです。もともと僕トレーニングとかも比較的早い時代からやってて、その時に一番最初にトレーナーさんに言われたのが、とにかくその姿勢が悪いから、なんかこう姿勢をよく歩こうっていう、今のトレーナーさんとかにもすごい言われてるんですけど、堀川選手とコラボした時とかでも見くぶってこう歩くじゃないですか、こうやって、あの歩き方がすごいいいって言われてて、で僕とか見るとこうなんですよ。結構ちょっと前に実は僕四十肩やって、で本当朝起きたらもう肩が全然上がらなくなっちゃって、すごい大変だったんですけど、それもやっぱりこうちょっとこう巻き肩だったり首が前に行くっていう、その姿勢の悪さが原因なんで、やっぱいつもゴルフのプレー中ですね、歩くときになるべくこう胸を張って、少しこうちょっとね後ろっぽい感じかな、で手を前で振る、この姿勢ですね、こういうね姿勢がすごい大事で、でこうやって歩いてると、なんか最初は慣れないから多分姿勢悪い人ってちょっと疲れちゃうんと思うんですけど、しっかり胸張って胸開いてこう歩いていくっていう、これがすごい大事で、このこうやって歩いてると綺麗に歩けるんで、最終的に疲れないし、あとはこの歩いていって今度ゴルフでそのアドレスをしてスイングをするんですけど、やっぱり全ての自分の体のバランスが整ってくるんで、肩が痛くなったり首が痛くなったり腰が痛くなったりっていうものを、普段の歩く姿勢で改善していきたいなって思ってるところに、本当にこれたまたまパンツなんですけどをいただいて、で履いて実際に歩いたら、あ、なんかいつもより世界が少し高く見えるっていうか、結果的に姿勢が良くなったんですけど、
河野コーチは今日初めて履くんですけど、僕はいいっていうのは分かってるんですけど、まあ、スイング的にどう良くなるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、今日はちょっと最初それをメインで行こうかなと思います。あれ、河野ボール何？パッテーラです。あれ、俺がこれなの？これ上げてるのかな。上げですね。南風だから逆になってくるんだ。これ7じゃ届かないよ。ちょっと強引に。あ、右行った。バンカーかな。普通になんかそういうパンツみたいなのって今までなんかこれ決まってきてたとかって、うん、あ、そうそう、俺もともとすごい若い頃にあのトレーニングとかやってる時代に、まあ、アンダーアーマーさんでプロテインも含めてアンダーウェアとかを全部お世話になってたんで、あの下着は多分ねもう20年間ぐらいずっとアンダーアーマーのウェアを着てて、なんならもうほんとそれ以外履いたことなくて、でそれ以来初めて下着を変えてみたんだけど、でもやっぱりそのゴルファーって下着とかに限らずやっぱ少しでも上手くなりたいから、それこそ今ここにこうちょっとこうなんだっけこれ、こういう時期のなんだっけこれ、これなんの話でした、これもそう知り合いのあの先生に紹介されてつけてたりとか、やっぱり少しでも体の状態を良く、少しでもスコアを良くしたいって思ってるんで、なんか履くだけで姿勢が良くなったりとかパフォーマンスが上がるっていうものはインナーとかでも昔よく取り入れてたんですけど、ナイス。若い頃はとはいえなんかそういう良くなるものっていうのを取り入れてたけど、やっぱ今僕45ですけど、やっぱまあびっくりするぐらい急にどっか痛くなったりするんですよ。だから多分これからもっとそういうの出てくるんだろうなと思って、ナイス。はい、バーディー。ナイスバーディーです。この子緊張してんの？はい。いつも通り。かわいいな、お前、本当に。ナイスパー、あ、ボギー。ありがとうございます。ということで、私、バーディー。まあ、対決ではないです、うん、あ、対決じゃないの今日。はい、ということで2番ホール、俺ワンアップかな。はい、あれ違う。やっぱね、あったかくなってくるといいっすね。あったかいですね、体が動く、本当に。いや、ちょっと四十肩もなんか良くなってきたな。さあ、なんかめっちゃ良くない？いい球です。そう、ちなみに今ねこっち使ってんすよね。意外とそれ分かれちゃう。ほー、ちょっと左、全然超えるよそのだったら。うわ、すげー飛んでる。よかったです。なんか球変わってきたね。ちょっと変えました、ね、最近。ぶっちゃけスイング的にどう思ったこと言って。いつもずっとスイング意識して、それこそいろいろなこうあのなんですかね、足の動きとか結構意識してずっとやってるんで、うん、まあ、正直そのいつもやってることと変わりないことができるっていう感覚なんで、うん、まあ、そんなにこう抵抗もしないですし、うん、まあ、むしろちょっとアシストしてくれるかなぐらいな。特にフィニッシュの時に、さっき1番ホールでも言ったんですけど、うん、ちょっとこうアシストしてくれるような、こう右足がこう最後ちゃんと切り上がってくれるっていう、うん、でこうフィニッシュの時にはちょっと押してくれる感じがあるんで、はい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 、まあ、それでやっぱりこうバランスよくフィニッシュ取れるっていう、うん、バランスはいいよね。俺もねすごいね、これは歩いててもそうだし、はい、振っててもなんかバランスがいいなと思ってて、ね、やっぱ足が使いやすいよね。そうですね。
個人的には、うん、そのタイツ的なこうタイツこう膝上ぐらいまで長いやつがあると僕は結構好きですね。あ、これの？ええ、2タイプあるとなんか もっといいかなっていう。ああ、でもね、なんかね、それね、はい、俺全然話それちゃうんだけど、武井壮さんとコラボした時にちょっと言ってたのが、はい、それもなんかその締め付けが合う人と合わない人っているんだって、はい、いますね。それでパフォーマンスが上がる人上がらない人っていうのが、それも検証してみた方がいいよ、ね。そうですね。うん、いや飛んでるっていうか、やっぱ暖かくなるといいね。いやてか河野すげえ球がなんか速いし飛んでるな。低くないですか？低いね。ハンドファースト当たってるからなんだよあれ多分。確かに前一緒になんか対決みたいな感じでやった時よりゴルフいいよね。そうですね。先行きます。はい。いまいち。おお入る。お、ナイス。あざす。素晴らしい。オッケー。この子素晴らしいですね。オッケーバーディっすよ。ナイスイン。ありがとうございます。やっぱ暖かいっていい。暖かいっていいです。そうですね。はい、全てがいいです。なんか冬の間の動画とかさ、自分で自分の YouTube たまに見るけどさ、スイングとかめっちゃ遅いし、もうね、恥ずかしいんだよね、なんか。やっと暖かくなってきたんで、いい動画をたくさん。そうですね、皆さんに送れるように。いやでも河野見せ場作ったね今。よかったです。あの流さないけどね。カットですか？あそこはカットする。はい、ということでですね、今日実は、まあ、このあのデリットテックというですね、あのどういうものかっていうと、これ僕があの本当に去年のシーズンの秋ぐらいからあの着用してるんですけど、結構こう特殊な構造になってて、でまあ、これ履くことによって骨盤のポジションが良くなるっていうものなんですけど、ぶっちゃけ河野コーチは今日初めて履いたじゃないですか、はい、何をどう感じました？そうですね、あの僕の感覚的にはかなりお尻の方から、特に下の方からかなり上にかけてかなりあの上げてくれる感覚があったんで、動きのサポートってこと？そうです、まあ、やっぱ歩く時から姿勢、あの立ってる時からもそうですけど、かなりこう押し上げてくれる感覚があって、まあ、それをスイングに用いてやるとやっぱりフォローの方で結構それこそバランスが取れて、あのかなりそれこそ多分練習場でやってるようなこう地面反力を得るような足の使い方とかも結構アシストしてくれるような感覚はあると思うんで、練習場でやってるような感覚と結構近く。なんか僕こそ、俺はこれを履くとすごいこの辺の腰回りのテンションかかってて、俺も姿勢悪いからこう歩く時とかも例えばちょっとこう腹筋とかにテンションかけて姿勢保ってるんだけど、うん、それをなんかオートマチックにやってくれる感じがして気に入ってて、ね、勝手にちょっと若干動かしてくれるというか、うん、なんか悪いポジションに来たらちょっと教えてくれるような感じが、はい。今日は実際ゴルフ場でラウンドをして、まあ、河野コーチに聞いたりもしたんですけど、まあ、僕が一番感じたのはやっぱ歩く姿勢だったり、この骨盤のポジションというのはもう日常生活に欠かせない大事なポイントなので、まあ、これはもうゴルフに限らずですね、仕事の時もそうですし、まあ、他のスポーツをする時とかでもやはりその正しいポジションを作ってくれるので、まあ、もう本当にいろんなシチュエーションでおすすめのパンツです。あの非常にいいものだと思うので、まあ、ぜひ興味ある方は試してください。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 、コメント欄にですね、やってほしいことを、書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。